どうも、じっさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、今日はプレイステーション4とパソコンの専用ソフトストリートファイター V5 ですね、実況プレイしていきたいと思います。前回ですね、使用キャラをカリンにしようと言って終わったとこなんですけども、まあトレーニングモード少しやってみて、それで次はこのストーリーっていうやつをねやってみようかなと思います。キャラクターストーリー、まだまだね対人戦できるレベルじゃないんで、ちょっとでもねこのアーケードコントローラーになれるために、コンピューターアイテムなのかな、だと思うんですけどもね、話を楽しみながら進めていきたいと思います。ということで、古来より受け継がれてきた執事と、今宵は聴覚を高めることで真の執事力を磨き、主が何を求めているか心音で察知する術を伝えよう。さすがレジェンド、説得力が違う。柴崎って誰やろ。真の執事力というものか。バーディーや。風神のごとき速度で。お帰りなさいませ、カリンお嬢様。神月家当主に代々伝わる奥義、神月流疾風術をいともたやすく。服が違いますね。少々退屈でしたわ。バーディーの姿が見えないようですね。てめえに吹っ飛ばされたんだよ。食後の運動を始めますわよ。いきなり戦闘なのかな。もっと食ってねえぞ。心配には及びません。夕下は首相といただきましたよ。てめえの飯のことじゃねえ。なんか安い子はと思った。最初は簡単にしてくれてるんですね。たあいもない、これでは肩慣らしにもなりません。あ、なんか柴崎ポイント獲得した。利き腕を封印し戦う老人がインドで目撃されたとの情報があります。約100年前、先々代神月家当主と三月にわたり死闘を繰り広げた戦術の使い手である可能性が高いかと。仙人との手合わせですか。血が騒ぎますわね。次々戦っていくんですね。出発の準備を。はっ。さあ、インドに参りますわよ。インドといえばあいつでしょう。手のビリやつの。先日は炎を吹き出す術を授けた。こたびは異なる場所に精神と肉体を転移させる術を教えよう。ヨガってそういうもんだ。この辺りですか。あら、ごきげんよう。そなたたち、なぜここに。柴崎。はっ。この付近に先日の使い手が現れたと聞きました。ご存知ありませんか。こいつじゃねえ。浮いてるやん。浮いてるだろ。私ではない。戦術とヨガ、どちらも断りに至る力ではあるが、その本質は似て非なるもの。あの方との開口で私はそう感じた。あの方って誰なんや。いつお会いに。数日前に。今は気配を感じられぬ。すでにこの地を断たれたよ。今から追跡を。強者と強者はおのずと惹かれ合い、ぶつかるもの。残念ですが、まだその時ではないということでしょう。それに。お？千人にも劣らぬ強者がいらっしゃるのに、戦わずして背負う。好戦的すぎるやろ、仮に。待て、私は今。
難しいよ。また下パンでがって終わっちゃった。あー、これはトレーニングが足りないですね。全然。おい、もう何回目だ。いつまでやってんだよ。あれは何か取る気もある。波動により鬼神にすら己の意志を押し通す奥義、神月流横髪破りの方。あの若さで得されているとは、さすがカリンお嬢様。大丈夫かお前。拙者、うん、では丁重にお招き。ヨーガの神髄さらに極まっているようです。飛んだよ。そなたも見事であった。その曇りなき剣で進み続けるがよい。褒めてもらってる。私はこれからこの地の警察官に警察官に教えてたこの人すごいな。てか覚えれんねや警察官。教えられるのかそれ。それではバディ結構ええキャラですね。仙人と手合わせ常識あるキャラなんですね。心残りですが、私たちもひとまず見よこの筋肉を。あ、うん、次々来るんやな。これも何かの絵。あの方にも手合わせをお願いしますよ、うん、あ、ザンギエフや。お前たちはご無沙汰しております。まだ残っていたか。ふっ、うん、あ、あれは波動を行く王者の風格で三千里離れた相手すら圧倒する。神月家が命を懸けて追い求めた悲願の方、覇者の腕組み、うん、筋肉の律動のみで相手を圧倒するか。俺も負けてはおれん。神ってギャグキャラなんかな。マクセル、はい、シャドルへ。完全な、まさか。さあ、これで邪魔者はいなくなりました。始めましょう、うん、これは熱い試合になりそうだ。出せねえ、これが出せねえ。しょぼい。実に腹性な試合だったぞ。まさに血湧き肉踊る戦いでしたな、うん、赤きサイクロンの名にふさわしい剛腕と磨き抜かれた技の綺麗データを改めなくては。次々まだ続くかな。分かっています。それではいずれまた、うん、柴崎、この後の予定。髪の毛がすごいですね。忍びの里との交渉の後、ニューヨークで開催する格闘大会参加者の選定と格闘パーティー招待リストの確認。明朝には神月スペースコロニー計画について各国関係者との打ち合わせを予定しています。すごいな。バディ気絶してるっていうか寝てんのかな。神月さん、久しぶり。サクラ、サクラさん、羊の人から連絡もらったんだ。会いたかったし来ちゃった。忍びの里には少し遅れると伝えております。その人倒れてるけど。あなたに会えて嬉しく思います。うん、相変わらずだな。でも
望むところだよ。咲夜は今使えないんですけど、そのうち出てくるのかな。ストーリーの始まりっす。お、これで一段落かな。参戦で一段落するんですね。あ、最初に戻ってきましたね。カリン 100%。 あ、これで 100% なんや。今後追加もあるんですかね。うん、まあプレイはめっちゃ下手でしたけどね。あの一応一つカリンのこれストーリーモードですかね、が終わりました。はい、コスチュームが増えたということでね。どうやって選ぶんだろう。コスチュームこれか。デフォルト、あれ選べない、もっと別のところで選ぶかな。はい、ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もお願いいたします。あとですね、まあ、まだまだ下手すぎるんでアドバイスも何もないですけどもね、よし、もしよろしければコメントの方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。